あれって大員じゃないか。ん、ああ貴様たちか。お友達。私先に村に入ってるね。村長たちの様子を確認してこないと。またね。またな、アトさん。まったく、お前ってほんと紳士と仕事だよな。ゴールじゃない。登場するたびにオイラたちをびっくりさせないと気が済まないのか。貴様たちがアビスを追っている限り、俺たちの道が交差するのも当然のことだ。個人の意思とは関係ない。お？ってことは、アビス教団を追ってここに来たってことか？アビスの魔物を倒してたみたいだし。そうだが、なんだ、貴様たちは違ったのか？いずれにせよこの地の異変には気づいているはずだ。どんなに鈍くてもな。アビス教団は間違いなくこの近くで何か準備をしている。さらに言うなら何かしらの計画を進めているはずだ。つまりこの近くのヒルチャールに落ち着きがないのもアビス教団の仕業ってことか。いや、ことここに至ってヒルチャールの落ち着きをなくす程度のことが奴らの目的とは思えん。おそらくそれは何らかの計画の副産物だろう。でもこの件がビマラ村の脅威になってるのは確かだぞ。しばらくビマラ村に残ってここを守った方がいいんじゃないか。無論村は守る。だがそれ以上にアビス教団がここで何を企んでいるのか突き止める方が重要だ。さらなる悲劇を防ぐためにもな。もとより貴様の質問から逃げるつもりはない。案ずるな。今回は時間がある。後でゆっくり話すとしよう。